にちは。こんにちは。こんにちは。お借りします。はい。よろしくお願いします。なんかすごい、ま、ものすごいいい笑顔したね。なんか嬉しそうな。そうですか。お借りします。なんか私借りられるんだみたいな。いや、ちょっと。僕のもんでもないですからね。まあだけどその認識が強いからなんかこう引け目を感じるというか。あ、そうですか。そうそう、いやいや、お借りします。いやいや、よろしくお願いします。お願いします。今日は何なんですか。今日は何ですか。今日はだからクライマックスが近いじゃない、はい、で俺がセリーグ、はい、佐藤がパリーグ、うん、パリーグでちょっと喋っていこうかなと思うんだけど、はいはい、まずセリーグ、はい、回してだからでも最後大逆転じゃないですか。阪神な6連勝で。いやだからこれが困ったことにさ、やっぱり DeNA がちょっと困ってんじゃないかなと思うんだよね。何ですか。いや横浜スタジアムでの相性が悪すぎる。いやめちゃくちゃ悪いですよね。あれ、そうなんだ。いやそうなのよ。で対戦成績とすればそんなに差はないんだけど、そんなにないですよね。で甲子園では対等に戦って、はい、スタジアムではボロクソにやられてるんだよ。なんでなんですか。あれね、阪神の選手に聞くと、風邪気にしなくていい、はい、軽く打っても入る、はい、力まなくていい、はい、こういうのが揃ってる、はい、なんで風邪気にしなくていいんですか。浜風がやっぱ強烈で、はい、甲子園は逆風になっちゃうんだよね、はい、左バッター特に、だから力んじゃうんだって、甲子園で、はい、でも横浜も浜風吹いてる。いやそうですよ。いやでも全部こう山下公園から伸びてくるよ。伸びて伸びていくんですか。伸びて、だからロッテと一緒だよ、はい、あそこもなんか逆風っぽいけど打球が低かったら伸びていくって、はい、でも上がったら終わりっすよ。まあそこはね、そこが違うところで、はい、大体こう伸びていく、うん、それと相性が悪い、うん、だから横浜 DeNA にとってはちょっと厄介なチームが上がってきたなという。でもトラキラーの浜口が復帰するっていう話もあるじゃないですか。あ、復帰できんの。できるかどうかっていうところで復帰したらトラキラーじゃないですか、うん、いやでもさ、佐藤さ、俺聞きたいんだけど、クライマックスってさ、まあ独特じゃない、はい、まあ、雰囲気的には、はい、でもまあ、2、3位ってお互い捨てる、もう失うものはないよね、はい、でも阪神みたいな勢いよく来たじゃない。なんかもう負けれないっていう状況から、もう1試合も落とさずに、そこの防御率って半端ないからね、まあ、そうですね。でも5、6試合で3点ぐらいしか取られてないからね、あと全部完封で上がってるっていう、はい、やっぱりピッチャーがいいなって。まあ今年セリーグで一番防御率いいですもんね。そう、阪神がね、うん、いやそれとそれ勢いを持った3位っていうのはさ、うん、佐藤なんか経験あるじゃない。うん、まあ経験ありますけど、僕クライマックス出た時にファーストステージで負けたことは1回もないんですよ。2位で出た時も3位で出た時も。ああそうなんですね。だからシーズンの終わり方どうなってたその時って。やっぱね、ゴール切る時にさ、うん、やっぱり勢いよく切るか、うん、もうヘトヘトで切るかじゃ、うん、やっぱちょっと違うと思うんだよな。僕でもファーストステージとかはもう負けてもオフになるだけだからノープレッシャーですよ。まあ、そうだよな。2位でも3位でもノープレッシャーですよ。いやそうだよな。いけいけみたいな感じですよ。ただ、なんか俺阪神の最後の勢いが嫌なんだよ、うん、その勢いを絶やさないままそのままいっちゃう感じ。そうなんだよ、うん、そうなると初戦が大事ですよね。いやで横浜スタジアムで相性がいいっていうことだよね、うんうん、だからすっごいなんか不安がある。そうなんです。なんで豊さんが不安になるんですか。いやいや俺 DeNA の OB だし、はい、ヘッドコーチまでやってるし、はい、やっぱちょっと気になるじゃない、うんね、で順位的には、はい、あの予想も DeNA の方が上にしてるし、はい、阪神は B クラスだったから、はい、阪神何予想だったんですか。ね、多分最下位だと6位ですか、うん、僕はね5位タイガースファンの皆さん、本当に申し訳ありません。いや、謝ったね、水井さんが謝ってない。そうそうそう。でも、立派だったのが、はい、やっぱり一貫してその体勢を崩さなかったという、うん、まあ、ガッツポーズにしたって、うん、明るくやっていこうって、うん、どんなミスが出てもね、はい、だからそれは、その選手はそこで、いや、これからこうするぞって、うん、方向転換されるとな。一昨年の再来行かれるんじゃないですか。あのドロンコでやって負けた、DeNA に負けたじゃないですか、クライマックス、一昨年ドロンコで。あ、まあな、で、あれで DeNA3 位から日本シリーズ行ったじゃないですか。ああ、そうでしたね。あの仕返しやられるんじゃないですか、今度横浜スタジアムで DeNA、タイガースに。だから不安なんだよ。で、今永がおそらく軸となっていくと思うけど、今永がこう、残り数試合ぐらいからなんか調子が悪いんだよな。だから上がってくれるのがいい。今永誰行くんですか、2番目は。今永、次誰ですか。
上茶谷ぐらいのじゃない。で3人目はまあ外国人を使うか、まあ伊能を使うか、ちょっと不安です。あでも石田もおそらく先発戻してくるかなとか思うんだけどね。でもそうなって使い切ると待ってんの巨人だからさ。そうですね。そうですね。でも巨人は阪神に来てほしいよね。そういうそうか。いやだから俺は巨人に風が吹いてるという、今年は。はい。だからそんな感じがするんで。やっぱ日本シリーズ行くのは巨人だと予想しますか？うん。俺の夢は、はい、夢あの、うん、まあ俺の夢はね。はい。原監督が同級生じゃない、はい、辻監督同級生、うん、でここは優勝してるよね、はい、でやっぱり日本シリーズで戦ってくれて、うんうん、あの YouTube チャンネルに呼ぶという、うん、同級生自分のためですか。いやなんか、ね、まあ、なんか自分のための予想みたいなね。いや違う違う違う、でもそういうのって楽しいじゃない、うん、あ、豊さんだけがね。いやいや、ちょっと待って、まあ、見てる方も楽しいかもしれないけど、まあ、じじいさんに集まって飯食ったって誰も見ないかなとは思うけど、うん、いやだけどなんか楽しそうな話ができる、歴史をみんな知ってるから、うん、ね、うんうん、だからまあそれが日本シリーズで実現するとまあ楽しいなと、うん、だからもう佐藤呼んで、うん、ね、ここで YouTube ライブしようかなみたいな、時間があるときでも、うんうん、やりたいですね。もう向こうにモニター置いて、はい、解説をこっちでするからみたいな、はい、 まあ、そのチームがで、僕は今年はね初の2位以下同士の日本シリーズになるんじゃないのかなっていう。あ、今までそっか、いやじゃあ2位以下同士ないのか。ないです、今まではです どっちかが優勝、どっちかが1位チーム全体出てるんですけど、はい、2位以下同士ないんですよ、はい、でもメジャーでもワイルドカード同士のワールドシリーズってあるんですよ、はい、だから今年は両リーグとも接戦だったじゃないですか、はい、だひょっとしたらの可能性感じますよ。じゃあセリーグだったらどこが抜けてくると思う？いやどこか分かんないですけど。分かんないのかよ。お前もお前理想やないかい。豊さん、何、僕パリーグ専門なんで。このセリーグは豊さんなんで。まあ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 ね。まあ、なるほど。だからはっきり言わないと。一番こことここが当たったら面白いっていうのはどこですか、豊さん的には。いやそりゃさ、はい、まあ、巨人西武じゃない組み合わせとしたら、あでもさっきの口ぶりだったら阪神はね、そうですね、まあ例えば阪神と西武打線、はい、はい、だから強力な投手陣を揃えてる、ここだけ対決ですね、うん、あのな西武のあの打線、はい、これはこう やってほしいよね、うん、面白そうですね。だってセ・リーグは打てなかったピッチャーが揃ってるチームが最強の打線のパ・リーグにどう立ち向かっていくか、トラ対ライオンだったらね、あの80何でしたっけ、ああ85年以来の、あそうだな、はい、ライオンとトラ、はい、あれ以来ですよね。ライオンの方が強いよね。でもその時ライオン負けちゃいましたよ。そうだ、ね、トラが勝ったさ。トラもライオンに勝てるってことですよね。ああでもトラとライオン、うん、トラとライオン、セブライオン、あトラってさ、はい、まああれチーターの部類じゃない。そうなんですか。いやいや猫じゃないですか。いや皮下脂肪っていうか、はい、ものすごく薄いんだって、はい、だから雨が降ったりとかすると、はい、すぐ風邪ひいちゃうんだ、はい、でライオンはやっぱ強いんだって、はい、でも負けましたよお前80分、うん、そうだな。であの時に広岡さんが何て言ったと思う。何て言ったんですか。思ったよりも守備がしっかりしてたって。いやだから打つだけだと思ったらしいんだよ。でもしっかりしてたって。でも今年のね阪神はそんなに守備は上手くないよ。だって西武だって守備そんなにエラー数1位に外崎中村拓也ですからね。そっか、はい、まあ、阪神もボロボロ。でも始まってみたらね、いきなり日本シリーズだけ守備がめっちゃうまいとかありえますからね。いやあるある。だから最後の戦いなんか、うん、阪神なんか見事だったよ守備。そうですね、そうですね、うん、あの北条でもさ、いや素晴らしいプレーもしたし、だから一つのノリっていうのが嫌だな。だから初戦が大事だね。初戦取られるともうDeNA は押し切られそうな気がする。でも初戦を取るとなんとか抑え切るという。でもタイガースがじゃあ勝ったらジャイアンツより、もしじゃあ DeNA が勝った場合は、あ、いい勝負だと思う。で東京ドーム好きだし、DeNA、うん、だからいい勝負になってくると思う。じゃあジャイアンツはどっちが勝つか結構大きいですね。
ジャイアンツ行ったら。いや、俺はでかいと思う。でもジャイアンツ、ちょっと昔、4立てされてますからね、4連勝、タイガースに。で、日本シリーズ出れなかったですからね。誰はタイガあ、ジャイアンツです。あ、まあな。クライマックス。いやいや。それのまたあるんですか、2の前。だから、いや、俺ね、原監督はね、やっぱ短期決戦用に戦うと思うよ、うん、その時原さんでしたよ監督どうなるんでしょうか